こんにちは、鈴木浩です。今日はですね、本棚発掘、その第3回目をお送りします。今日のテーマは、おさらぎ二郎さんという、最近ではあまり、ご記憶の方も、少なくなっているかと思いますが、かつてはおさらぎ二郎さんといえば、もう本当に、多方面、多分野で、大活躍なさった素晴らしい小説家、作家であったわけですね。で、もうこの人はですね、実はですね、いろんなたくさんの、ペンネームを持ってまして、僕が調べた限りでは19か20ぐらい、ペンネームを持ってますね。なんかいろんなそれで、ジャンルの話を書き分けていったという非常に多彩な人物だったりですね。なんかよくわかんないんだけど、例えば由比浜人、坂下五郎、麻戸礼二郎、白馬亭巨来なんていろんな例えばチャンバラ書くときはこういう名前、それから現代物はこういう名前、滑稽物まで書いてるようなんで、それからちょっとした落語みたいな話も書いてるようです。僕はそこまではよく知りませんけども、元の奥阿弥なんて名前も使ったようですね。そういう非常に多芸多彩な作家だったんですが、実はこの人はですね、もうそういう意味では、ちょっと人の真似をできないような膨大な稀有な著作を残しています。それが実はおさらぎ二郎、ノンフィクション全集「パリ藻湯」ですね。この「パリ藻湯」っていうのは、どういう話かというとパリコミューンですね、1800年代に起こったパリコミューンの話を書いている小説ですね。これはですね、1871年だったかな、71年の3月から2ヶ月ぐらい、パリの中でですね、初めて人民自治、民衆自治の政府が誕生するんですね。労働者政権と言ってもいいんでしょうけども、市民革命ですね。このパリコミューンっていうのが、世界初めての民衆自治の政府が確立されたものとして、歴史に残っているわけですね。この時代のパリ、フランスっていうのは非常に政治が不安定で、帝政があったり、なんだかんだでごたごたが続いてて、軍隊もどちらを向くかっていうのはよくわからないような、そういう状況の中で、こういう人民革命、民衆政府が成立するわけですけども、それをですね、なぜかこのおさらぎ二郎さんという人が非常に興味を持って、実は彼は実際にパリへ出かけていって、フランスへ出かけていって、長い間、パリコミューンに関するいろんな資料を集めて、でこれをですね、読んでいくと、例えばこのパリ藻湯なんですけども、こういう分厚い本で、3巻あるんですね。3巻本で、このボリュームです。で、この中身もですね、やはり2段組。で、これ1冊が、これでなんかな、500、600ページ近いもの、これが3巻本ですから、これは本当に読み手になります。で彼はここの中で、いわゆる史実そのままを書いているのではなくて、自身が行ってですね、収集したり、見たり聞いたりしたことを自分なりの筆で、書いている。だから、普通のなんていうのかな、歴史書では全くなくて、彼、おさらぎ二郎さんが見たパリ、それから彼が感じた、なんていうのかな、民衆政府の在り方、そしてそれが崩れていくまで、それをですね、いろんな小さなエピソード、それから当時残されていたパリコミューンに関するいろんなフランスで出された資料、それから例えばそのパリコミューンを描いた絵まで、彼は一生懸命探しに行って、美術館も回って見て、歩くわけですね。で、彼がその残したそういうものっていうのは、なんで、そういうふうなそのパリに、興味を持ったのかっていうのを、いろいろ調べてみると、この人はですね、例えばノンフィクションの他にもたくさん書いてるんですけど、こういうそのドレフス事件というのが、ありますね。これ、ドレフス事件というのはご存知の方多いと思いますが、フランスでですね、軍人だったドレフスさんという人が、ドイツのスパイではないかというふうに疑われて、監獄に入れられる。で、終身刑だったかな、なんかの非常に重い刑に処せられるんですが、それにその異を唱えた人たちがたくさんいて、特に文化人がそれに異を唱えて、ドレフス隊だったと思いますね。ドレフス隊の、その、百法運動を繰り広げる。で、なんでこのドレフスさんが、ドイツのスパイだと疑われたか。実はその当時もですね、このフランスではユダヤ人に対するその迫害、それから差別が非常に強かった。で、このドリフさんというのは実はユダヤ人だったんですね。で、それをその、まあ、ある種の右翼というか右派の人たちが彼を人見悟空にして愛国心をそのかきたてるためにドリフさんを、まあ、罪に陥れた。つまり、今で言うと冤罪事件ですね。冤罪事件をその非常に一生懸命調べて、やっぱり書いたのがこの、これですね。で、これも、これは朝日新聞からという本なんですが、この朝日新聞で、このノンフィクション全集全5巻というのが出てて、その3巻がこの如月次郎の、これですね。パリの。で、これ、僕が持っている、もう古くてですね、こんななんか汚れてますけれども、これも非常に読み応えがあって、しかもね、今みたいにその、あれが、SNS とかその、ネットが発達している時代ならば、いろんなそのネットで検索してですね、いろいろ、取れると思うんですけれども、これは全部そういうものが全くない時代に、自分の足で歩いて、自分の目で見て、自分で、一生懸命少量して、作り上げたという本なんですね。だからそういう意味では、ものすごくなんていうのかな、苦労の跡が忍ばれる。で、実際その彼がどういうところに目をつけたかっていうのが非常によくわかりますね。で、これノンフィクションですが、まあ、ノンフィクションノベルというふうに言えるかどうか、そこまではちょっと僕は分かりませんが、例えば、第1巻なんかは、その、ビクトル・ユゴーっていうね、例のレ・ミゼラブルっていう、素晴らしい本を、まあ、名作を書いた人なんですが、彼を主人公にしてですね、彼の目というか、彼が動き回ったところをこう一緒にたどるようにして動いて、いろんなその資料を発掘していくということになっていますね。で、これ非常に面白いですね。まあ、こういうふうに、その当時の人はですね、まあ、なんていうかな、その、非常にこう、多芸多彩の作家っていうのは多いんですよね、実はね。で、僕ちょっとね、似てるなと思ったんで、自分なりに思ったんですけど、例えばこういう人がいますね。これは、まあ、見えるかな。如月次郎っていうのはさっき言ったように、ペンネームをたくさん作ってですね、いろんなものを書いて。で、この人実はですね、皆さんご存知かどうかわかりませんが、クラマテングというね、チャンバラの、を書いて、クラマテングの、まあ、角兵衛獅子っていう名前を、僕ら子供の頃はよく知ったんですが、角兵衛獅子っていうのは、実は軽業師ですね。子供の軽業師。多分、これ映画にも何回にもなってますんで、嵐寛寿郎という、その、クラマテングをやった人を、覚えている方もたくさんいると思うんですが、実は同じ頃にですね、野村胡堂という小説家がいました。で、この野村胡堂というのは、銭形平次の作者でもある。銭形平次捕物控えという何十巻もあるの、チャンバラ、捕物帳なんですが、これが実はそのテレビで、ドラマ化されました。そこから大川橋蔵というね、これもすごいその大スターなんですけれども、こういう人が生まれる。ところがその野村胡堂というのは実は荒恵比寿っていうね、ペンネームを持っていまして、クラシック、大体クラシックなんですけども、音楽評論が非常に、得意だった人なんですね。音楽評論ではもう第一人者と言われてまして、彼が数万枚のそのレコード盤を集めて、これはそのなんかもう宝物じゃないかと言われたようなものです。僕は大学早稲田なんですけれども、早稲田から高田馬場から早稲田へ行く道筋のちょっと路地にですね、荒恵比寿っていうその名曲喫茶があったんですね。実はここはその野村胡堂が持っていたレコードをですね、かけて、コーヒーを飲ませてくれるところだったんですが、ここは入るととにかく言葉をっていうか口を聞いちゃいけないです。なんか友人と最初知らずに入ってちょっとこう小声で話してたら「シッ」って言われて。というような思い出がありますね。そういうその、いろんな形でいろんな人たちがいろんな分野で活躍していた時代というのが、この、野村胡堂や、それからおさらぎ二郎の時代だったんじゃないかというふうに思われます。これもですね、今読むとどうなんでしょう。パリコミューンっていうのは、昔々の古い、歴史上の話ですが、今読んでも非常にこれ、なんていうの、血湧き、肉躍る、胸がドキドキするような、その、民衆のその放棄の話ですね。これは2ヶ月ぐらいで、残念ながら、時の政府に潰されてしまうんですけれども、非常にこれも、ドキドキする面白い小説です。小説じゃない。ノンフィクションのぜひ、もし、これ多分文庫になってると思いますので、ご興味があれば、ぜひこれにも手を取っていただきたいというふうに思います。じゃあ、今日は第3回、ここでおしまいです。